あ、どうもレディーガガです。今月はですね、周南市で2021年の皆さんの夢を聞いて回っております。早速今日も行きましょう。周南市ちょっとね、雪が舞ってきました。冬将軍が来てるんですけど、まあ雪に合うといえばジェラートかな。ジェラート、いや、あえてのジェラートでしょう。2021年の抱負を聞いて回ってまして、僕優柔不断なので、はい、物事を決めるとき結構困るんです。じゃあもう決断できる男に。そうです、2021年は決断できる男になれればいい、ね、なれればいいなと。こういう時期なんで初詣行くか行かないかそっからそっから、はいはいはい、もうまず出るか、家から出るか出ないかから白札つけようと。はい、それを、まあ、まず即決できる男になる。そうですね、2021年、はい、いいじゃないですか。牛年にちなんだな、分かんないです。ありがとうございます。じゃあフランボワーズ、雪降ってる中で外で食べさせます？普通、いや、ジェラート美味しそう。口の中にフランボワーズの香りがぶわーっと広がって、さらーって溶けて喉の奥に消えていきました。さっきね、雪舞ってたんですよね、この外。やっぱ雪の日に外で食べるジェラートほど美味しいものはない。うん、美味しい。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。